こんにちは、フレンチブルドッグココの飼い主です。実家の母からまた仕送りをもらっちゃったのでご紹介しようと思います。こちら母のお手製の漬物ですね。これめちゃくちゃ好きで、きゅうり2本、もうすぐなくなっちゃうと思ってね、2本もう切りました。あと1本は、食べる直前に切ろうと思います。こちら、ナスビね、これもパパがめちゃくちゃ好きでですね、明日にはなくなってますね。で、これパパが好きなのを知っててたくさん漬けて送ってくれてます。ちょっと食べてみる。美味しい、めっちゃ使ってるわお母さん、ね、もう醤油なくても美味しいやつですねこれね。ありがとうお母さん。それでこちらですね、泥付きの人参送られてきました。そしてめっちゃジューシーな真っ赤なトマトですね。で、多分これ実家の庭で自生してるシソですね。いっぱいいっぱい、すごい香りが。で、これも母が漬けてる、紅生姜ですね。ちょっとまだ切ってないですけど、これね、冷え手作りのご飯グーワンっていう別チャンネルがありますけれども、そっちでね使おうと思って買いに行ったらね、なかったんですよ。うちのスーパー雑穀的な感じでは あるんですけど、この単体でね売ってなくてね、スーパー6軒ぐらい回ったんですけどね。なのでちょっと送ってもらいました。これでまた新しいワンちゃんのね、食事メニューを作りたいと思います。そしてまた送られてきました、母お手製の犬用のおやつですね。今回は黒ごまのラスク、そして無塩バターのラスク、そしてパセリのラスクとなっています。これね、早速ココちゃんに試食してもらいましょう。ココちゃん、さあ始まりましたおやつ選手権。今回はラスク3兄弟、左から順に黒ごま、無塩バター、パセリとなっております。今勝負が幕を開けました。まずパセリに行った。続いて無塩バター、黒ごまと順々に香りを確かめ、自慢の舌ペロでテイスティングを繰り返します。おっと、今バターを加えた。口の中で転がし噛み砕くかと思いきや、パセリに目移り。今度はパセリを口に含んだと思ったら出した。やはりバターに舞い戻ってきました。このままバターが1位となるのか。加えましたね、しっかりと。その口でほっぺとお口のタプタプのバランスが絶妙と評判のその口でもぐもぐしております。1位無塩バター。的確に迅速に確実にがモットーというココシですが、ちょっとラスク大きかったかな、少々食べづらそうにしている気がします。大丈夫ですか。ちょっと食べにくいですね。もう少し小さめに切って再戦といきましょう。小さめにカットして再バトルです。先ほどとは順番を変え、左から順にパセリ、バター、黒ごまとなっています。ココ選手、今度はどうか。ちゃぶ台返しのように一気に攻めます。バターと匂いを比べて黒ごま、黒ごまを今確実に仕留めました。バター改め1位、黒ごまです。今ココシの舌先の攻撃に分身の術でバター応戦。しかしついにバターもココシの強さの前に敗北を宣言しました。王者余裕の咀嚼を見せます。おや、今一体何を拾ったのでしょうか。先ほどのルール違反級の大きいラスクとの戦いの中でこぼれたかけらのようですね。それらもしっかり回収し、ゆっくりパセリと対面しました。軽くソフトにパセリをゴールへ迎え入れると、1対1の対話を楽しむべくフィールドを後にしたココシ、カメラが追いかけます。パセリが邪魔しないでくれ、今ココシとやっと本当に打ち解けることができたんだと主張しておりますが、カメラくらい許してやれ、君の勇姿を世界中が称えたいんだよとのココシの謙遜かつ包容力のあるこの一言に、パセリのみならず世界中が感動に酔いしれています。結構ラスク好きなので私たちもちょっと食べようかなと思います。お母さん、いただきます。いただきます。何から食べる。これ何、それ、これ黒ごま、黒ごま、卵しようか、1個しか、風味が、あ、シンプル、うまい、いいね。この辺バターやな。これバター、無塩バターって、これ絶対好き、好きや、これ美味しい。あ、うまいね。うん、で、これパセリ、じゃあこれさっき食べて。あ、味ついてるな。ほんのり、ほんのり。でもちょっとパセリですって言われへんかったら、ちょっとバターが一番、バターが一番風味がやっぱしあるね。ワインが飲みたくなるね、これ。というわけで、ごちそうさまでした。ありがとうございました。またよろしくお母さん。人間用に、人間用に、人間用もいっぱいもらってるから、夜食べましょう。いつもありがとうございます。もしこの動画を楽しんでくれたら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。
実家の仕送りシリーズは仕送りもらえるうちにねこういうのもらったなっていう思い出を残しておきたいっていう気持ちから始まったんですけども、うるさい実況にお付き合いくださる皆様には本当に感謝しています。ほんでお母さんいつもありがとう。じゃあまた。